アテナイノクチュアビーダリーコキンメフクロウはフクロウメフクロウ科の鳥である。コキンメフクロウの生息地ヨーロッパ、北アフリカから中国までのアジアに生息する。本来イギリスにはいなかったが、中級世紀に持ち込まれ、帰化している。英名の通り小さなフクロウで、体長は23から27.5センチメートル、程度である。昆虫やミミズ、両生類などを捕食する。 基本的には夜行性だが昼間も活動する。農村や公園、砂漠などの開けた土地に見られる流暢である。通常は木や岩などの穴に餌草し、3から5個の卵を産む。メスの実が28から29日ほど放卵し、ヒナは生後26日ほどで巣立つ。本種はギリシア神話の女神、アテナの使いとされており、学名の内属目アテナイはアテナに由来する。 ペットとしてもよく飼育されるが、昼間も活動するというフクロウには、珍しい習性があるので、昼間ペットに時間を割く余裕のない飼い主の場合、比較的飼育が難しい部類になる。動きが素早いため、飼育下において、ケージや小屋から出す際に逃げられてしまうケースもある。バードライフインターナショナル、アテナイの口は、 IUCN Red List of Threatened Species Vergeon 2006 International Union for Conservation of Nature 2006年5月11日閲覧 Database Entry Includes Justification for Hawaii's Species is of least concern ありがとうございます